皆さんこんにちは。フェノメン沸騰トーク、 YouTube マガジン沸騰トークです。4月号の特集はドグートハニワと題した、古代の日本人の表情っていうのをテーマにしてお届けしました。今日の沸騰トークはその中でご紹介しました、東京黎明アートルームさんの展覧会、これから伺って土偶と縄文土器、それから埴輪も出してくださっているということなので、そちらをご紹介したいと思います。ね、今、最寄り駅の東中野駅の前に到着しました。あいにくの雨なんですけれども、こちらの東京の都営地下鉄東中野駅が最寄り駅、あと JR の東中野駅もこちらの方にあります。で、ここからだいたい歩いて10分くらいなんですが、ちょっとこう閑静な住宅街の中にありまして、今こちらの鉄橋を渡ってですね、町の区これから向かいたいと思います。こちらの桜川橋というこの鉄橋、線路の上を見渡している橋の上を渡りまして、こちらの大通りからちょっとこう脇にすぐ細い道があるので、そちらに入っていってください。こちらはですね、古い町並みとかの中にちょっとこう興味がそそられる喫茶店などもや、多国籍料理の店などもあったり、お茶ができるところもあるので、もし展覧会にいらしたら帰りにぜひ寄ってみてください。はい、こちらが東京黎明アートルームに到着しました。こちらの方の素敵な外観です。入り口の方に向かっていきます。はい、こちらの東京黎明アートルーム、手間が出てますね。で、3月17日から開催しているのがこの洛中洛外図屏風と縄文土器です。はい、こちらの遮光器道具さん、目の目の表紙にも登場していただいています。こちらですね。はい、こういった全身が残って立派な遮光器道具さんにはなかなか出会えません。ではこれから中に入っていきたいと思います。はい、こちら入り口です。こちらの東京黎明アートルームではこう企画展をたくさんやってらっしゃって、去年の2023年などは6回展示替えをして企画展をされています。そのチラシがこう壁に、入り口のところに貼ってありますが、はい、こちらの方が目の目でご紹介しました土偶です。こちらに周囲に囲んである石はですね、こちらを購入された時に一緒に入っていた石だそうです。おそらくこの土偶が出た遺跡で一緒に発見されたものではないかということでした。大変綺麗な半透明のすべすべした石で、私も取材の時に触らせていただいたんですが、これから何か加工しようとしていたのか、それともやっぱりこう美しい石なので縄文人も収集していたのかもしれません。この縄文時代晩期、青森県出土で亀ヶ丘文化の代表的な、皆さんよくご存知だと思うんですけど、遮光器土偶の頭部、これほど大きいのはなかなかありませんので、体が残っていたらもしかしたら本当に日本最大級の
遮光器土偶だったのではないかと思います。こちらがポスターにもなってます。目の目でも表紙にさせていただきました。遮光器土偶ですね。こちらの方は岩手県九戸郡軽米町長倉遺跡出土というふうに伝わっているそうです。とても磨かれていてピカピカしていて、もうお腹のあたりなんかもうこれ筋肉じゃないかなと思うぐらいなこうツヤツヤしていてすごいですよね。でも女性なんで、ちょっとこう腹筋で割れてるとかではないと思うんですけど、この美しい黒いスベスベした肌合いしています。これはね、隣の遮光器土偶の頭部よりも少し早いんではないかって言われているそうで、かなり初期の顔化をしているということですね。本当にこんな風に完全な体で残ってるっていうの珍しいと思います。ちょっとぐるっと後ろも回ってみましょう。とても綺麗なガラスケースに入っているのでよく見えるんですけども、後ろ姿ですね。頭部のところをね、こう中空で開いてるんですね。その様子もよくわかります。360度見ることができます。目がすごいですね。はい、でですね、今回目の目で土偶と埴輪という特集をやったので、こちらの埴輪の頭部も一緒に展示してくださいました。ありがとうございます。女子の頭部、埴輪の女子の頭部です。とってもキリッとしていて品格があって、本当に身分の高い巫女だったのではないかななんて想像するような美しい埴輪です。首飾りとか耳飾りもゴージャスです。説明にはちょっと憂いを帯びた表情なども書いてますね。本当に埴輪はこう見る位置や角度、高さによっていろんな風に見えるんですけども、それがまたなんか日本の文化という感じがしますよね。能面なんかもよくそういうことを言われますので、ここからルーツが来てるのかななんて思ってしまいます。打って変わってとっても可愛らしい丸顔の埴輪です。これですね、とてもね、なんか広末涼子に似てるような感じもします。ちょっと言い過ぎでしょうか。見る方によっては若きプリンスと名付けたくなりますって書いてあるので、見る方によってはまあ可愛い少年っていう風に思えるのかもしれないですね。耳なんかもちっちゃくこうつけられていてとっても可愛いです。縄文時代前期から中期、晩期、後期まで、それから弥生時代と古墳時代の時も少し展示されています。
中央に縄文時代中期の大きな深鉢型土器がありますね。こちら、とても力強い中高土器です。形も銅が張ってて、で表面に一つ紋っていうんですかね、この土偶刀にもあるんですけども、こういう一つ紋で表面を細かく紋様をつけています。口もまたとても力強い。ぜひ肉眼で間近で見ていただきたい一品ですね。奥の方に入ってきました。このガンダーラブスとかがね、常設で置かれてるんですが、時々こちらも展示会が行われているようです。こちらのガンダーラブスもぜひ堪能して帰りましょう。そしてこの展覧会のもう一つのメインである洛中洛外図屏風がこちらに展示されています。室町時代から江戸時代に描かれた洛中洛外図屏風が、いろいろ残されているんですけど、こちらは江戸時代17世紀だそうです。京都の東側、右隻、三十三間堂や鴨川が描かれているそうです。美しいです。こちらは地下の展示室になります。この東京黎明アートルームはですね、1階と地下1階2階が展示になっています。で、無駄東博さんの作品も常設されておりまして、でもこの綺麗な赤いヒミアという作品がエレベーターを降りるとすぐ展示されています。なんかカフェもありまして、ゆっくり休むことができます。と覗いていってみましょう。こういった感じでね、葛飾北斎や歌川広重の作品が展示されています。ぜひ合わせてご覧になってください。皆さんご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今日は私一人で自分で動画の操作なんかもしてみまして、なんかお見苦しいところが多々あるかと思うんですが、よろしくお願いします。ですね、今回の展覧会は、どうぞどうぞ、今回の展覧会はですね、5月の5日までやっています。ぜひお時間ある時、ゴールデンウィークなんかもかかってますんで、見に来てみてください。予告なんかも載ってますね。江戸琳派と自習用だそうです。ね、陶磁器好きな方、自習用お好きな方、ね、また次もお出かけください。なんかこう穴場、東京のスポットでも穴場な、もういろんないい古美術好きならもう垂涎のものがある東京黎明アートルーム、こちらの展覧会のご紹介でした。ありがとうございました。